やっぱ食っとったらな。いきなり変な方向に走って行ってたんですよ。あれおかしいなみたいな。木というか塩気がね。ここが厳しいんだよな。うまいこと。今度は出すから。よいしょ。よいしょ。ネリと一緒に出る。あ、ちょっといいね。40ぐらいで。よいしょ、はい、おーっと、うねり、あんなあんな、よし、はい、40ぐらいだね、40ないか、38ぐらいか、はい、ということで、久々の40オーバーでございます。メジャーたかって、41センチでした。まあ、玉枠でね、測った時に、あ、41ぐらいかなと、思ってたんですけども、今ちゃんとメジャーで測って、41センチでございました。今のはね、なんか当たりが出なかったね。毎回当たり出ない。うん。毎回当たり出なくて。で、浮きがね、こう、絞ってって、最初にビューって、まあ一回当たりあったのよ。潮気がビューって走って。で、その後、まあそのまま、こう、さっきはそうなんだけど、基本的にこう、ある程度馴染んでいくと、まあ、うねりとかそういうなんか関係で、仕掛けがずっと入っていくんですよ。で、さっきまで入って、まっすぐ入ってるだけだったのに、今、入りながら右に行ったのよ。で、入るスピードも一緒だからさ、あれおかしいな、みたいな。右に流れてる。まあ、さっきはね、さらしがガンガン出てるから、まあ、さらしに引かれてとか、あるのかなと思ってたんですけど、なんか下に行きながらこう行く感じが、なんか、食って動いてるかなと、ちょっと思ってですね。ちょっと軽く合わせてみたら、かかってましたね、見るという。これが動かないんですよ。動いてない。餌食ったまま、じっとしてるって感じだね。じっとしながら、多分その辺をこう、ゆっくりふわふわ動いてるんでしょうね。だから、当たりがとにかく出ないんで、ビューンってなかなか合わせれないんですよ。大きいほどになんか、あんまり動いてない感じ。さっきのランプした時は、40オーバーがランプしてたから、バーンと当たりがバレて出てたけど、全然出ないんですよね。なかなかね、こう、当たりを取るのが非常に難しいです。難しいながらも、まあ、なんとか工夫しつつね、自分でこう、当たりの取り方をこう考えながら、まあ、自分はこう、潮受けで見て、で、その後、こう、ずっと、まあ、見える限りね、今はそんなに深く入れてないから、まあ、深くって言っても、まあ、1本近く入れてるか。ただこう、潮受けが見える限りはずっと潮受けを追っかけるのよ。その後浮きを追っかけるみたいな。道糸はほとんど見てないと。うん、今回はね。普通道糸を見ながらじゃないですか。全誘導とか全走沈みというのは。でも、全く道糸見てない。うん。もう浮きの沈み具合とか、潮受けの沈み具合。ここでもう当たり取ってます。まあ、基本的には潮受けの当たりですね。で、ある程度沈むと潮受けも見えなくなる。さすがに潮受けも水深3メーターぐらいからもう全然見えないんで、そうすると浮きの動きを、よく観察してます。まあ、今日もほとんどそれ。道止めで当たり来ないです。全然来ない。ビューンとか行かないんで、ほぼ。あ、1回行ったか。1回か2回来ましたけど、まあそんな感じでございます。はい、ということで、ライブ入れて、白子すごいね。白子。ライブ入れて、続いて、あとね、今、14時50分ぐらいですよ。だから、言ってもあと40分ぐらいか。16時半回収なんで、あとまあ40分ぐらい、あるので、まあ最後の夕まじめ頑張りたいと思います。
なんかやっぱ横走りしますね。うわ、こいつもでけえか。前出れないからな、出にくいからな。うわ、当たってるんじゃないかこれ。よし、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 はい、ということで今3時ぐらいかな、ちょうど来ました。これでかいよ、48でした。写真で撮るとするとね、ちょっともうどうしてもグレーが動くからあれなんだけど、48でした。久々だね、この両肩サイズ。やばくないこれ。もう今日最大サイズっすよ。もう どう見てもでかい。途中で釣った45、46か、あれもやっぱ長いし、でかいもん。やべえこれ。でけんだよこれ。うん、厚みもすごいわ。いやー、いや、しびれましたね、久々に。とりあえず、久々に最大クラスですね。あの、最近このサイズあんまり釣ってないんですよ。あと汗がやばい。ちょっと今汗目に入ってめっちゃやばい。とりあえずね、ちょっとライブで入れてきます。はい、ということで、おー、びっくりした。ウメガメが頭をこぼこって出してました。はい、ということで久々に、まあ、48センチということでありがとうございました。いや、もう本当だってちょっと上の方でやってるからさ、やり取りも怖いんだよ。ちょっと強引にやってるんですよ。で、今日使ってるハリスもいいんだろうね、強いと思うこれ、新しいこのブラックストリームの 1.5 ね、すごいわこれ。40ぐらいも振り上げたし、今のね、やり取りも、今、触ったんですよ。今48のやり取りで触ったら、ちょっと傷ついてたのよ。まあ、それでも切れなかったんで、このブラックス、当たりですブラックストリーム。なんかコメントで、なんか前の方が良かったっていうコメントもあったんですけど、今自分こう、やってる限りは、今のところすごくいい。V ハードはなんかめちゃめちゃ切れたんですよ。ちなみに隣でもね、高切れしてた。何回も高切れしてて、なんでだろうみたいなこと言ってたんですけど、聞いたら V ハードって言ってた。今のところこっちね、ブラックトリもすごくいい感じです。ということで、現在の時刻がですね、なんていうかな、ちょっとね、熱中症気味なんですよ。15時14分か、片付けようか。4時半回収だからね、だいたい1時間前ぐらいに片付けるんですよ。もう今最後釣れた48センチで、もうちょっと満足感がすごいあるんで、あときつい、座りながらやってるんですけど、それでもう、なんかこう、熱中症の状態、軽い熱中症の手がずっと続いてるんでね。しかも今から動くとなるとね、もうちょっと早めに片付けて、魚とか閉めたりしようかなと思います。ああ、よかったですね。もう隣はすごいあくびしてます。釣りもんチャンネルさんがもう、あくびしてますね。あくびしてます。なんかニヤニヤ。めっちゃ眠いです。めっちゃ眠いそうです。でもう片付けも途中で止まってるっていう。まあそんな感じです。はい、ということで、でもね、もうあと土日やっても10分15分なんで、ゆっくりね、休みながら片付けようと思います。バッカンの巻きでちょっと余ってるんですけど、まだまだね、ゴゴチテトラ行ってるんで、別に余ったら余ったで、家に釣り用冷凍庫があって、釣り用冷凍庫に入れて保管するんで、別に余ったところで何の問題もないです。あとこうね、ライブレとかちょっと洗いづらいんで、港帰ってからいいか。血抜きだけして、ライブレそのままにして、で、血抜きしたクーラー、血抜きした魚を、クーラーに入れて、っていう感じにしようかなと思います。あっちゃ、鼻の汗、鼻のこれの汗が止まんないんですよ。はい。ということで、今15時多分16分とか17分、回収が16時30分なんで、あと1時間15分くらいなんですけども、
もうね、なんか今日たくさん釣って満足なんで片付けようと思います。